じゃあガキ5人は猫3匹はお前が世話しろ。俺は1円も援助しないからな。今までの夫の行動に耐えられず、私が意を決して放った言葉に対して言われた言葉、夫の哲也の冷酷な言葉が私の胸に刺さる。私の希望としては、私からの言葉で少しでも夫が反省し態度を改めてくれたなら、そう思っていたのに、全く変わらないどころか今までと変わらない言葉に私は絶望した。しかしこの非情な言葉が私の中に復讐の火を灯すきっかけとなった。もう我慢はしない。これからは私がこの子たちを守っていくんだ。私の名前は杉本亜美。年齢は46歳で会社経営をしている。ありがたいことに夫との間には5人の子供がいて、さらには猫が3匹の大家族で暮らしている。私は結婚する前、会社員をしていた。普通の会社ではなく、保護猫カフェに社員として働いていたのだ。そんな時に同僚に誘われて合コンに参加したことがある。最初は気乗りしなかったが、行った先で知り合ったのが今の夫だ。私から声をかけ、だんだんと話しているうちに、夫も猫が好きだということが分かり、いつの間にか私たちは意気投合していた。それからは2人で遊びに行くようになり、猫カフェに行ったりとデートを重ねていった。そんなある日、夫から結婚を前提に付き合ってほしいと言われ、両親を早くに亡くしていた私は嬉しくてすぐに OK した。付き合っていく中で、そろそろ結婚しようということになり、夫の両親に挨拶に行った。それからほどなくして私たちは結婚し、それからすぐに長女のまなみを妊娠した。夫と結婚してからは中古の一軒家を買い、そこへ引っ越した。今は私が妊娠したこともあり、夫の強い希望で猫カフェはやめてしまっているが、まなみが大きくなったらまた働きたいと思っている。最初に夫から仕事を辞めてくれと言われた時は断った。しかし何度も何度も頼み込まれ、その理由を聞いても明確な答えは返ってこない。はぐらかされるばかりだったが、いずれ働くのは難しくなるだろうということで、しぶしぶ夫の頼みを聞くことにした。それに夫も会社では出世頭なようなので、その時は集合住宅に住みながら戸建てを夢見ている最中だった。まなみが生まれると、夫はますます一生懸命に働くようになり、生活も豊かになっていったが、その代わりに帰ってこなくなった。夫がいなくて寂しいが、まなみと2人で過ごしながら成長を見守っていたのだ。そうこうしていると、私の2人目の妊娠が発覚し、猫との暮らしは少しの間延期になってしまった。まなみは私の身の回りのことを手伝ってくれるようになった。いよいよ出産のために私が入院することになった頃、久しぶりに夫がまなみの面倒を見るために定時で帰宅することになった。私が留守の間は家のことをしてくれるという。それならばと安心して入院し、私は無事に出産することができた。しかし今回の出産には少し時間がかかってしまい、入院期間が長引いた。実は妊娠中にお腹の子が三つ子だと分かったのだ。そのため難産になることは分かっていたのだが、こうも大変だとは思っていなかった。ようやく退院することになり、夫とまなみが迎えに来てくれたのだが、嬉しそうにはしゃいでいる夫とは裏腹に、まなみの顔は曇っていた。どうしたのかと声をかけても、まなみは何も言わないまま
首を横に振るだけだった。まなみのことは気になったが、これから私には忙しい育児が待っている。退院してすぐにそれが始まり、まなみにちゃんと理由を聞けないまま時間だけが過ぎていったのだった。まなみが高校生になり、下の子たちの面倒を見てくれるようになった頃、公園に遊びに行っていたまなみが下の子たちを連れ段ボールを抱えて帰ってきた。その段ボールを見てみると、そこにはまだ目が開いたばかりの子猫が3匹入っていた。どうやら捨てられていたようで、子猫たちは必死に泣いている。ねえお母さん、もう飼ってもいいよね。おぞおぞとそう聞いてくるまなみに、私は満面の笑みを浮かべてうなずいた。まなみと一緒に下の子たちも大喜びで、その日から6人と3匹の生活が始まった。こんな忙しい中で私はまた妊娠する。今度は検査の結果、女の子が1人だ。まなみが生まれ、三つ子は全員男の子。2人目の女の子が生まれると分かり、三つ子よりもまなみが一番喜んだ。もうすぐ高校を卒業するまなみには申し訳ないが、また私が入院している間は家を任せることになる。そのことをお願いすると、まなみは一瞬だがまたあの時のように暗い顔をし、その後すぐに笑顔になると胸を叩いた。任せて、基本的にあいつは家にいないんだし、私だけで十分よ。そう、いつの頃からか夫はだんだんと家に帰らなくなり、どうやら浮気をしてその相手のところに転がり込んでいるようだった。たまにふらっと帰ってきたかと思えば好き勝手に振る舞い、その結果の妊娠とあっては素直に喜べなかった。しかしそう漏らした私はまなみに叱られ、出産を決意した。お母さん、いくらお母さんでもさすがに怒るよ。お腹の子に罪はないんだから、しっかり産んでよね。たくましく育ってくれたまなみに感謝して、私は出産のために入院したのだった。無事に出産を終えて家に帰ると、子供たちが出迎えてくれた。思った通り、夫の姿はない。それを見て、すぐに私は頭を切り替え、まなみをねぎらおうとした。しかしまなみの顔を見ると、また浮かない顔をしている。そして今度は三つ子までもが暗い顔をしているのだ。とりあえず次女の歩みを寝かせた後、私は子供たちに何かあったのかと聞いてみることにした。するとそこで初めて私が入院している間の夫の行動を知ることになったのだった。どうやら夫は私が出産のために入院している最中、まなみを召使いのように扱っていたようだ。私が育児でなかなか働きに出られない分、夫の稼ぎがなければ生活ができない。それを逆手にとって言うことを聞かないと生活費を出さないというらしい。そしてまだ小学生の三つ子たちには、将来は俺に楽をさせるためにしっかり働けよと言って下品に笑うんだとか。そんなことなんてつゆとも知らない私は、心のどこかで夫を頼りにしていた。夫の浮気が分かっていても、給料日になると帰ってきて給料を置いていく夫になんだかんだ感謝していたのだ。しかしそれは私の目を欺くためのものだったようだ。そして私がたびたび妊娠するのは、私が入院している間にまなみをこき使うためだったらしい。私が三つ子を出産した時あんなに喜んでいたのはこういうことだったのか。これでしばらく子育てに忙しい私を気にせずまなみをこき使えると思っていたのか。そして最初にまなみが見せた一瞬の暗い顔は、夫の傍若無人な振る舞いのせいだったのか。ましてや今度はまだ幼い三つ子まで自分の欲求のために使おうというのだ。もう許せない。それを知った私は子供たちを抱きしめてたくさん謝った。
私が不甲斐ないばかりに辛い思いをさせて、本当に心が痛かった。すると、長い間黙っていたマナミが泣き出し、それに感化された三つ子も泣き出した。私がいない間の夫がよほど怖かったのだろう。もう、こんな思いはさせたくない。足元にすり寄ってくる猫たちを撫でながら、腹をくくった私は、歩みが寝ている隙に、子供たちと家族会議をすることにした。とある夫の給料日、夫は夜遅くに帰宅した。その手には給料袋が握られている。めんどくさそうな顔をしながら、給料を渡してくる夫に、私は意を決して話し始めた。その前に話があるの。私が入院してる間のこと、子供たちから聞いたわ。許せない。子供を何だと思ってるの？別居しましょう。それを聞いた夫は、パッと顔を上げ、目を輝かせながらこう言った。じゃあ、ガキ5人は、猫3匹はお前が世話しろ。俺は、1円も援助しないからな。今までの夫の行動に耐えられず、私が意を決して放った言葉に対して言われた言葉。夫の徹夜の冷酷な言葉が、私の胸に刺さる。私の希望としては、私からの言葉で少しでも夫が反省し、態度を改めてくれたなら、そう思っていたのに。全く変わらないどころか、今までと変わらない言葉に、私は絶望した。しかし、この非情な言葉が、私の中に復讐の火を灯すきっかけとなった。もう我慢はしない。これからは私がこの子たちを守っていくんだ。ひっそりと荷造りを済ませていた私たちは、夫の言葉を聞いてすぐ何も言わないまま家を出た。夫が浮気をしているのは知っている。まだマナミが中学生の頃、夫が遅く帰ってきたある日に、シャツに女物の口紅がついていた。それに夫が先に酔った勢いで自ら浮気をばらしてきたこともある。残念ながら、それらは写真や録音を撮ってはいないものの、確実な証拠となる方法で記録を取ってある。私たちは家を出て、まず最初に夫の実家、義実家へ足を運んだ。途中、歩みがぐずり出した時はどうしようかと思ったが、頼りになるマナミがあやしてくれたし、三つ子たちもいい子にしてくれていた。互いが互いの面倒を見て、それぞれの機嫌をとっている様子を見ていると、本当に申し訳ないことをしたという思いがこみ上げてきてしまう。義実家への道中、何度か子供たちに謝ったが、誰も私を責めなかった。むしろ一生懸命慰めてくれて、私はその度に泣いてしまった。義実家の最寄りの駅に着くと、先に連絡を入れていたこともあり、義両親が迎えに来てくれていた。義父が運転する車に乗り込み、義母とマナミが子供たちの面倒を見てくれる。私は助手席に座って、じっと前を見つめる。義母はもちろん、義父も何も言わない。私がマナミに事情を聞いて家族会議をした後、義実家に連絡したのだ。今まであった全てのことを話し、マナミからも事情を説明してもらった。そして再び私が電話口に出た時、私は盛大に叱られてしまった。どうしてもっと早くに言わなかったのか、どうしてそんな辛い思いをしているのに一緒にいるのか、生活面を気にするくらいならどうしてすぐ義実家を頼らなかったのか。他にも散々叱られた後、義両親にたくさん謝られた。今すぐにでも義実家に来るよう言われたが、私はどうしても夫が改心するという希望を捨てられずにいたのだ。最初にマナミにその話をした時、それはないとバッサリ一刀両断されてしまった。そして義両親には微妙な反応を返され、それでもと説得して、私が決心するまでもう少し頑張ってみると言ったのだ。その結果はお分かりの通り、
マナミや義両親の言う通りだったのだが、ようやく決心がついた私は義両親に連絡をして頼らせてもらうことにした。義実家に着くともう夜も更けていて、子供たちを先に寝かせる。さすがにマナミも疲れたようで、三つ子と一緒に寝てしまった。私は義実家のリビングで義両親と対峙しながらこれからのことを話し合った。その中で義両親は改めて私に頭を下げて謝ってくれる。むしろ謝りたいのは私だと言うと、今まで苦労をかけたのはこっちだとまた叱られてしまったが、義両親は私のことに対しても子供たちに対してもできる限りのことをすると言ってくれた。それから1ヶ月後、私は義両親が用意してくれたマンションに引っ越すことになった。幸いそこはマナミも三つ子も転校しなくていい範囲の立地で、私たち6人で過ごすのにもちょうどいい広さのものだ。初期費用や落ち着くまでの間は義両親がいろいろと工面してくれて、困った時はいつでも呼ぶようにとも言ってくれた。そんな至れり尽くせりの環境で、私はやっと落ち着くことができたのだ。日中は義母に手伝ってもらいながら歩みとのんびり過ごし、マナミが帰ってくるとマナミが手伝ってくれる。そして三つ子が帰ってくるとマナミと一緒に歩みの面倒を見てくれるものだから、私はゆとりを持って家事をすることができるのだ。そしていよいよマナミが卒業するという頃、久しぶりに夫から連絡が来たのだ。私のスマホに夫からの着信が入る。しかし私はちょうど歩みの離乳食を作っている最中だったので、手を離すことができなかった。ちらりとスマホの画面を見ると、夫の名前が表示されているのが見えて、一瞬にして気分が下がってしまったが、見て見ぬふりをした。長い間着信音が鳴り、ようやく途切れたかと思うとまたすぐに着信音が鳴る。それを何度か繰り返した頃、昼寝をしていた歩みがぐずり出してしまったので、一旦着信音が鳴り止んだ隙にスマホをサイレントモードに切り替えた。そのおかげで電話がかかってきても音はせず、歩みはまたすやすやと寝息を立て始める。それに安心した私は離乳食を作り終えると家事を始めた。それが終わってスマホを手に取ると、夫からの着信がかなりの量になっていて、留守電も何件か入っていた。そのうちの一つを再生してみると、反響欄になった夫がわめき散らしている。正直大声になりすぎて音が割れていて、何を言っているのか聞き取れなかったので、そのまま他のメッセージも一緒に削除してやった。サイレントモードのおかげで音も聞こえないし、歩みを起こして昼食を食べさせる。それが終わるとまた歩みはうとうとし始め、ついでに私も眠たくなってきたので一緒に寝ることにした。そして次に目が覚めると、電気のついた部屋でマナミと三つ子が歩みの世話をしてくれていた。私は丁寧にブランケットがかけられ、おまけに枕まで用意されていた。全く気がつかなかったが、外を見るともう暗くなっていて、もうすぐ夕飯の時間だ。慌てて起きようとしたところ、マナミに見つかってすかさず咎められてしまう。お母さん、なんで起きようとしてるのよ。まだご飯できてないんだから寝ておいて。マナミの言葉に合わせて三つ子がそうだそうだと囃し立てる。その様子に歩みもニコニコしながら手をたたいて笑っていた。義両親に用意してもらったマンションに引っ越してから、子供たちに笑顔が戻った。相変わらずマナミは下の子たちの面倒を見ながら私の手伝いをしてくれて、三つ子たちも歩みの面倒を見ながら自分たちのことは自分たちでやっている。歩みも赤ちゃんながら手がかからず、私といる時は寝ているか機嫌よく一人で遊んでいるかのどちらかだった。一応
夫の血が流れてるとはいえ、こうもいい子たちばかりなのはそういうことだろう。幼い頃より反面教師にする人物が周りにいると精神的に成長するものだ。ありがたいと思う反面、申し訳ないと思いながらも、今は子供たちに甘えることにした。夫と距離を取ってからいいことしか起こっていない。こんなことならもっと早く距離を置くべきだったのだと、今更ながらに自覚してしまうのだった。そんな暗い考えをしていると、三つ子が私のスマホを指さした。スマホが光ってるから何かしらの連絡が来ていることが分かったのだろう。夫からの着信の嵐を思い出した私は、はっとしてスマホを回収する。スマホを開いて待ち受け画面を見ると、これまた大量の着信履歴と伝言メッセージ、それに今度はメッセージアプリにまで連絡を入れているところを見ると、相当イラついているようだ。その中の一つを見ると、私への文句が延々と書かれていた。一つ見ただけで気分が悪くなったので、その他のメッセージは追わずにブロックしてやった。どうしても私に謝らせたいと思っているだろう夫に、そのチャンスを与えてやるわけにはいかないのだ。そんな生活が続いていたある日、その日は珍しくあゆみのご機嫌が斜めだった。何をやっても泣き止まず、どうしたものかと思って義母に連絡しようと思っていた時、私のスマホが着信の画面に変わった。そこで私は何を思ったのか通話ボタンを押してしまい、電話に出てしまった。もしもし。もしもし、アミ、俺だ、哲也だ。声を聞いた瞬間、怒りがこみ上げたが、その電話越しの声はあまりにも疲れていて、私はつい普通に返事をしてしまった。なに、どうしたの。よかった、やっとつながった。アミ、俺が悪かった。今すぐに戻ってきてくれ。泣きそうな声でそうすがってくる夫に、私は鳥肌が立った。今さら何を言い始めるのかと思えば、戻ってきてくれだなんてあまりにも都合が良すぎる。そんなことを私が承諾するはずがない。悪いけど私たちはもう離婚してるの。今さらよりを戻したいだなんてどうかしてるわ。そう、私たちはすでに離婚してる。私たちが新しくマンションに引っ越してから、義両親の勧めで夫に離婚届を送りつけたのだ。私たちの新居を知られたくなかったので、返送先は義実家だ。その時点で義両親が関わっていることは分かりそうなものだが、どうやら夫はそれが分かった上で離婚届に記入し送り返してきたようだった。送り返された封筒の中には、記入済みの離婚届とチラシの裏に書かれたメッセージが入っていた。そこには、出すのは勝手だが、もう戻れなくなるぞ。よく考えるんだな。出した後で泣いてすがっても、もう遅いからな。そう言っていたのは夫なのに、今となっては私にすがってきている。そのことも含めて言い返してやると、夫がついに本性を現した。下手に出てればいい気になりやがって、お前一人でやっていけると思ってんのか。本当に後から泣いてすがったって、許してなんかやらないからな。泣いてすがってるのはどっち？私の気も知らないで好き勝手振る舞ってたのに、なんて言い草なのよ。私が大声を出すと、足元で心配そうに様子を見ていた猫たちが毛を逆立てて威嚇する。シャーッと鳴く声に、あゆみがことさら大きな声で泣き始めた。そんな大声にも負けないくらいの声で、夫は自分を正当化しようと反論してくる。それはお前がダメな嫁だからだろ。俺が家にいても子供のことばかりで、ちっとも俺の世話なんてしやしない。挙句の果てに疲れてる俺に向かって子育てを手伝えだ。何様なんだよ。ここぞとばかりに罵ってくる夫に、私も
今までの鬱憤が溜まっていたこともあり、感情が爆発してしまった。言いたい放題、好きなこと言ってるけど、あなたは自分の娘をこき使ってたのよ。それに、三つ子まで自分の言いなりにさせようとして、どういう神経してるのよ。何が下手に出てればよ。何が許してやらないよ。それはこっちのセリフだわ。あんたみたいなろくでなしに、ダメな嫁だなんて言われたくないわ。今度連絡してきても、絶対に出てなんてやらないんだから。おととい来やがれ。勢いのままにそう言うと、私は電話を切った。そして、すぐに着信拒否にすると、ソファーに向かってスマホを投げつけた。肩で息をしていると、どこからか拍手の声が聞こえる。はっとして顔を上げると、学校から帰ってきたまなみが手をたたいていた。かっこよかったよ、お母さん。でも、赤ちゃんの前でおととい来やがれは結構過激だったかもね。声を弾ませてリビングに入ってくるまなみは胸元に花をつけている。そしてリボンが巻かれた黒い筒をソファーに投げるとくるっとターンしてみせた。これで私もお母さんもお互い卒業だね。記念に写真撮っちゃう？ニコニコしながらウィンクするまなみを私は思いっきり抱きしめた。卒業おめでとう。今まで苦労かけてごめんね。それから卒業式に行けなくてごめん。これからは好きなことしていいんだよ。ありがとう。お母さんも今までご苦労様。あとはおじいちゃんとおばあちゃんに任せて一緒に好きなことしようね。まなみの言葉に私は思わず泣いてしまった。そんな私の背中をまなみは優しくさすってくれる。いつの間にこんなに大きくなったのだろうか。下の子の面倒を見て、夫の仕打ちにも耐えて、学校でも暗い顔一つせずに気丈に振る舞って、今までどれくらい我慢してきたのだろうか。それに気がつけなかった私は本当にダメな母親だ。しかも私がこれから始めることをまなみは手伝ってくれるという。やりたいこともあっただろうに、まなみは高校を卒業すると大学に進学せずに私と一緒に働いてくれる。義両親が援助してくれるとは言っていたが、いつまでもそれに頼ってはいられない。私たちだけで生きていけるように働かなくては。私が泣き止むまでの間、まなみはずっと背中をさすってくれていた。その優しさにまた泣きそうになった頃、三つ子が帰ってきた。三つ子の学校も卒業式だったようで、高学年になった彼らは6年生を送り出してきたのだ。私が泣いているのを心配した三つ子が駆け寄ってきたところで、その日一日機嫌が悪かった歩みが笑った。どうやら家族全員が揃ったことで機嫌が治ったようだ。歩みの笑い声に応えるようにまなみも三つ子も歩みを覗き込む。その様子を見ていた私は、この子たちの笑顔をずっと守りたいと強く思った。歩みのことは子供たちに任せて、私は義両親に連絡した。はっきりと夫に文句を言ってやれたおかげで、義両親にいい報告ができそうだ。私が義両親に夫から連絡が来て文句を言ったことを説明すると、義両親はあとは任せてほしいと言い、今度、まなみの卒業祝いを持って遊びに来ると言ってくれた。義両親との電話を切ると、私はリビングに戻る。楽しそうに笑っている子供たちに美味しいものを作ろうと思ってキッチンに立つと、すかさずまなみが手伝いに来る。それを制して子守を頼むと、まなみはにっこり笑って下の子たちの面倒を見始めた。それからしばらくして、義両親がまなみの卒業祝いを持って遊びに来てくれた。その時聞いた話によると、夫は浮気相手に袖にされたらしい。義父が探偵に依頼して浮気相手を突き止め、夫がいかにダメな人間かを書いた手紙を渡してもらったんだとか。その結果、浮気相手は私たちのことを知り、未婚であると騙されていたと訴えられていたようだ。そして私と義母で手続きをして慰謝料を請求したことで首が回らなくなり、やけを起こしたそうだ。それが原因かは知らないが、会社でも評判が悪くなり、そろそろクビになるかもしれないと義両親は言っていた。
何とかして私とよりを戻そうとしているようだが、義両親がしっかりとガードしてくれているおかげで接触せずに済みそうだ。そうして義両親に援助してもらいながら、私たちは高校を卒業したまなみと一緒に保護猫カフェの経営を始めた。看板猫はうちの猫たちで、保健所から引き取った猫や行き場をなくした猫たちを保護しながら里親を探している。オープンするまではどうなることかと心配だったが、まなみが在学中に学校に広めてくれ、三つ子もクラスメートや保護者の方に宣伝してくれたおかげで初日から大盛況だ。家のことも歩みのこともしないといけないのだが、それについては三つ子たちも手伝ってくれるようで、義母と一緒に私とまなみがいない間を守ってくれている。保護猫カフェだけでは今いる猫ちゃんたちを知ってもらうには不十分だ。もっといろんな人に保護猫のことを知ってもらいたいと思っている私たちは、いずれ譲渡会も開こうと考えている。今までやりたいことをできなかった分、自由になった今こそどんどん挑戦していくことができる。まなみの大学進学については心残りだが、本人が望んでいないのならば言うことはない。こうして義両親に支えられながら6人と3匹で幸せな日々を過ごしていけることを嬉しく思っている。